今ちょっと休憩でね、バンドいきなりね、一休憩あったら休憩せなあかんねんぞ、このバンド年寄りばっかりやから。もう一番上は58歳、一番下でも48歳、私が54歳、ねチェンジ is gonna come。 僕の人生は本当に一度死んでます、もう生きるの嫌になってね。だけど笑うとこちゃうよ、誰よ、おもろい客がおるな今日はな。大阪の森にね、皆さんついてきてくださいね。ここは沖縄ですけどね、沖縄の人ってみんな遠慮しがちやからね、なかなかツッコミができないですね。例えば僕が怒ってる、ごめんな怒ってるって、怒ってませんよって大阪やったら怒っとるわこれ、怒っててんかいってこう返してほしいわけですね。そんなことわかるかいってな、うちの人にとってはね、それで、そういう人生山あり谷あり、ちょっと2人でね、ハーモニーのピーター You ready?All right、 英語喋っとるけどこいつ日本人ですからね。そんなわけないやろ。でも日本語ペラペラやな、35年隠しとるでいいかな。行くぞ。誰がさるやねん、誰も言うてんねん。それで漫才やっててね、僕はねお笑い芸人やと思われるんですよ、いつも。ほんでギター弾かして歌わせたら突然変異するから、みんなびっくりするんですけどね。何の話でしたっけ。あ、うちなんですね。一曲もすでにうちなんごとに僕ができるんです。そのジョニー・ギノワンさんが作った至極の名曲、みんなビーチパーティーやってるかい。ジョニー・ギノワンがアホ丸出しのね、24日朝の11時半からね、夕方の6時半までね、ぶっ通しでもう私笑い震えてやってましたけど、おまけそれ終わった後で宴会があって、それがまた夜中2時までだから都合14時間私遊びほうけてました。それをやってしまうあの54歳のジョニーさん、まあそこを支えてるあの若子とね、今日来てへんやろな、あのリーダーエリン、あのキッタ、あの気違いちゃいますけど、ちょっと変わったね、べっぴん二人がね、ここでべっぴん言うとこが関西人のね、憎いところでね、そうすると思うとね、いかにも収まるから、ね、すごい、最高の友です。で、ジョニーさんが作ったビーチパーティーという歌を聴いてください。